私は調律の誰？調律の巫女って私のこと？誰？調律魔王に会うのです。魔王？魔王に会い、そして止まれ娘。おじさまはちょっとどいていてくださる？は、こ、こみみさ、知らん。えい、静かに。ま、俺。いいお茶。いかん。迷っている人大
刀で敵を攻撃してみましょう。とやば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 、いいわね、その調子だ。やばとやばとやば、攻撃を与えてゲージを貯めましょう。とやば、門に結界が張られておる。全ての門番を排除しないと先に進めないみたいね。この敵を倒せばいいようです。あたしたちを切り替えてみましょう。いつでも呼んでちょうだいね。陰陽術を見せてやろう。特大のをお見舞いしてあげます。どうだとやばとやばへいとやとやば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 。このまま進みましょう。それしっかり見極めないと。それとやっ、ここだ、どうだ、ここだ、どうだ、ここだ、どうだ、とやばとやば、ここだとやば、どうだやば、ここだ、とやば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 、と。それ、それ、倒れるようになりました。信長さん、どこまで先に…な…はぁ…ち…あの人…他の…はい…またそのみ…でもあれをた…なるほど…あの、私の話聞いてた…な…近づかなきゃ…ざ…そうは…敵が出現しました。あなたたちなんてちっとも怖くないんだから。よーく相手の様子を見るのだ。なんだか周囲に警戒しましょう。一網打尽にしちゃおうかしらね。もののけ大使の手慣れたものだ。えいやっ、えいやっ、えもう少しで倒せそうです。真剣の扱いにめちゃ慣れてきたかも。戦国時代に来ちゃうなんてね。まだまだ修行が足りなかったようだな。
ずいぶん身勝手な。あ、そ、いやでも期末テストの範囲には入ってるな。あ、道場って剣術よりも。やばっ！
サムライ